さて、世間話はこのくらいにして、今日お集まりいただいたのは、六郎と桜さんの。その件についてですが、大変申し訳ございませんが、私はお見合いを受けるつもりはありません。今日は正式にお断りするために来ました。六郎、これはどういうことかね。以前も断りの連絡をいただき、あれは手違いだったと言われたが、二度も断ると。いえ、これは。私にはもう心に決めた女性がいます。その女性以外の人と結婚することは考えられないのです。大変申し訳ございません。出て行ってくれ。天沢さん、来てくれていたんだね。俺が連絡を入れたから？ああ、スマホは昨日お手伝いさんに協力してもらって取り戻したんだ。お手伝いさんに迷惑をかけてしまうから、なるべくなら使いたくない手段だったけど、仕事にも影響が出ていたからね。お見合いは。待って、あなた、こんなところにまでのこのことやってきて、どういうつもり？どこまで邪魔をすれば気が済むのよ！どうして？彼女を傷つけることは看過できません。どうか冷静になってください。六郎君、先ほどはすまなかった。いえ、尾藤さんのお怒りはごもっともです。その方が君の思い人なのかね。そうです。私、いえ、俺は彼女しか考えられません。はあ、君たちが思い合っているというのはよくわかった。だが、察している通り、さくらはここ最近、目に見えて不安定になっているんだ。さくらのためにも、なんとか結婚してくれないか。政略結婚で構わない。テンプスティには今後も全力で力を貸そう。六郎君、君のために新しい会社を立ち上げてもいい。君は愛人でもいいだろう。六郎君と共にいれば金銭的に苦労することもない。平凡な君にはわからないかもしれないが、私たちのような者の間では政略結婚などよくあることだ。金と権力を持つ者は、一時の感情に気を取られて、間違った選択をするべきではないんだよ。
もうやめてください。誰に何と言われようと、俺の気持ちは変わりません。俺が結婚したいのは、桜さんではなく、彼女なんです。彼女を悲しませると分かっていて、俺がその提案を受け入れると本気で思っていらっしゃるのなら、それは間違いです。会社を盾に取られても、どんなメリットを挙げられても、彼女に変わるものはありません。ならば、こちらも考えさせてもらう。一時の感情に身を任せたことを後悔することになるぞ。お前、なんということ。尾藤さんの会社を敵に回したら、うちにどれほどの損害が出るか分かっているのか。そちらの彼女の立場だって悪くなる。だから今からでも遅くない。尾藤さんに謝罪を入れてお見合いを続けてくれ。全部うまくいったら彼女をエスタリオの担当に戻してもいい。父さん、尾藤さんに言った言葉はあなたに向けて言った言葉でもあるんだよ。何を盾に取られても、どんなメリットを挙げられても、気持ちに変わりはないと言ったでしょ。それに俺は最初からずっとこのお見合いを断ると言い続けてきたはずだよ。俺の言葉に耳を傾けず強引に見合い話を推し進めてきたんだから、これは当然の結果なんじゃないかな。そもそもこんなプライベートなことで社長が取引先の人事に口を出すなんて普通では考えられないことだよ。自分の会社だからって公私混同していいの？それともこれが権力を持つ者の特権とでも言うつもり？尾藤さんとの結婚が決まればお前の将来もテンプスティも安泰だ。それがわからないお前ではないだろう。そうだね。祖父から引き継いだテンプスティを、ここまで大きくした父さんを尊敬してる。そして父さんが俺たち家族のことを大事に思ってくれていることも理解しているつもりだ。それなら、それでもお金や権力じゃ心は満たされない。父さんにとって会社や家族が一番大切なように、俺にとっては彼女が一番大切なんだ。この人を傷つけたりないがしろにするなら、俺は会社のことも吉岡の名も今までのように大事にはできない。そのことだけはちゃんと覚えておいてほしい。そうか。家族を、会社を大事にできないなら、お前などもう息子ではない。反省するまで家には戻ってくるな。そんなに心配そうな顔をしなくても大丈夫。両親や尾藤さんにも認めてもらいたいという気持ちは今もあるよ。でもそれと同じくらい君に対するみんなの考え方にがっかりもしているんだ。愛人でもいいだろうだとか、仕事のことを持ち出したりだとか、あんなことを言われたらずっと下手に出ているのがなんだかバカらしくなってしまって。そっちがその気ならこっちだってって強気に出たけど、すっきりした気分だよ。最初からこうやって変に気を使わず本音でぶつかればよかった。父さんたちにも考える時間が必要だと思うから、 2,3 日は家に戻らず次の手でも考えるよ。帰ってくるなとも言われたわけだしね。ありがとう。まずは落ち着いて話せる場所が必要だね。いつまでもこんなところで立ち話というわけにもいかないし。
君の家に。いいの？じゃあお邪魔させてもらおうかな。実を言うと、昨日顔を見てしまったから、それまでよりさらに君が恋しくてたまらなかったんだ。俺が全部洗うから、君はゆっくりしてていいのに。それなら、二人で一緒にやろう。早く片付けが終われば、その分二人でゆっくりできるしね。それで、油の処理はどうすればいいのかな？こういうものがあるのは知ってたけど、使うのは初めてだよ。自分で揚げ物を作ることもないし、新鮮だな。変わる？ううん、こういうのも経験だし、俺にやらせて。王子様だって思った？油を固める王子様なんてどこの物語にもいないよね。油の処理って便利な道具があるとはいえ、やっぱり面倒くさくて大変だね。こういう手間暇が知れてよかったよ。いや、料理っていうか生活全般かもしれないな。君と一緒に暮らしたら、こうやってご飯を作ったり、後片付けをしたり、そうやって生きていくのをちょっと想像しちゃったんだ。明日のことなんだけど、デートでもどうかな？考えなければならないことはたくさんあるけど、君ともう少しゆっくり過ごしたくて。うん、じゃあそうしようか。オータムフェスか。そう言われてみれば最近涼しくなったよね。せっかくだし、街を散歩しながらオータムフェスを楽しもうか。屋台で気になるものはある？いろいろあって迷うよね。もしよかったら、あれ一緒に飲まない？一度飲んでみたかったんだけど、なかなかタイミングがなくて。
分かってるよ、もう流行りも過ぎてるって。でもまだああやって店を出すってことはそれなりにお客さんがいるってことだろ。じゃあ俺が飲んでもいいと思うんだよね。そうだね、いろいろ買ってみよう。驚いたよ、一口にタピオカミルクティーといってもあんなに種類があるんだね。一人で買いに行っていたらもっと迷っていただろうな。じゃあいただきます。ごめんタピオカって思ったより軽いんだね。勢いよく吸わないとダメなのかと思ってたよ。もちもちしてて美味しい。ミルクティーもちょっと甘いけど、タピオカも含めてこういう食べ物だと思うといけるね。ごちそうさまでした。調子に乗っていろいろ買いすぎたからお腹いっぱいだね。さて次はどこへ行こうか。何か見たいものや行きたいところはある？いやいや、君がそれでいいなら俺は全然構わないよ。むしろそういう何気ない日常を見せてもらえて嬉しい。だってそれくらい気を許してもらえたということでしょ。これからはそういうところもどんどん見せてほしいな。代わりに行きたいところ思いついた？今日はホテルへ行くよ。明日は平日で、君も仕事があるでしょ。恋人とはいえ、何日も君の家にお邪魔するわけにもいかないから。実は弟に頼んで、自宅からパソコンを取ってきてもらっているんだ。それを受け取って、ホテルで仕事するよ。会社に行くと、父と顔を合わせることになるかもしれないしね。いやいや、気にしないで。俺はただ弟によろしくって連絡しただけだし、デートも心から楽しんだから。君のそういう気遣いだけでも俺はすごく嬉しいんだけどね。それなら一つ頼みたいことがあるんだ。父とは近いうちにもう一度話し合うつもりなんだけど、その時よければ君にも同席してもらいたい。一人で何とかしようとするからややこしくなるんだと分かったし、君が隣にいてくれたら俺としても心強いというか話しやすいから。じゃあ詳細が決まったらまた連絡するよ。今回は本当に
ありがとう。顔、上げてくれる？玄関の前でって思ってたんだけど、やっぱり離れがたい。こーら、ダメだよ。そういう意地悪な質問されたら我慢できなくなるでしょ。今は我慢するけど、全部きちんと片付いた時には覚悟しておいてね。いいじゃない、いいじゃない。じゃあ吉岡さん、今日はホテルで仕事してるんだ。まだ完全に片がついたというわけではなさそうだが、そこまで言えば吉岡さんが真剣だということは伝わっただろう。いやいや、ここまでこじれる前に気持ち分かってくれよって感じっすよ。仕事にもめちゃ影響出てるし。テンプシティが担当してるエスター氏のエンタメコーナーって今週アップデートでしたっけ？そうそう、アンケートで要望があった新機能をアプリ環境に落とし込んでみて不具合がないか確認するんだよね。マジでシステム開発チームが有能じゃなかったら終わってたとこっすよ。お嬢様に口答えした罰でスタッフ入れ替えとかになんなくてマジでよかったわ。ああ、この間の話ね。で、それは早乙女くんが吉岡さんの婚約者とバチバチにバトったのが原因でしょ。私がその開発の人だったら生きた心地がしないよ。あかりちゃんも大変だったでしょ。おいおい、何うなずいてんの？あんたが一番あの女にネチネチされてたわけだし、ぶっちゃけちょっとはスカッとしたでしょ。あんたと吉岡さんが婚約者だろうが何だろうがどうでもいいけど、その肩書きがあれば何もかも共有できてるとか思ってます。はっきり言って今のあんたの態度見てると、こっちの仕事見下されてる感じがしてすげえ不愉快っす。まあ言っていることは正しくても、仕事の席ではもう少しオブラートに包んだ方がいいような気もしますけど。はあ？俺がなんて言ったか見てきたみたいに言うじゃん。いなくても普段の早乙女さんを見てたらなんて言ったかぐらい予想はつきます。俺のこと大好きかよ。てかあの場にいたらこうちゃんだって絶対イラッとしてたと思うんですけど。そこまでにしろ。今は会議室に俺たちしかいないからまだいいが、社内で取引先を悪く言うようなことは控えるように。それから吉岡さんの婚約云々についてだが、話し合いに同席するならチャンスだと思ってお前の思いの丈をぶつけてこい。
私は反省するまで帰ってくるなと言ったつもりだが。自分を顧みるという意味では反省してきたさ。だから話をしに来たんだ。父さんも俺に言いたいことはいろいろあると思うけど、まずは俺の話を聞いてほしい。改めてになるけど、俺は尾藤さんとは結婚しない。俺が好きなのは子供の頃からずっと天沢さんだけだから。昔宋の手術をするために俺をおじさんの家に預けた時のこと覚えてる？お前が9歳の時の夏休みのことだろう。そうだよ。あの時父さんや母さんは俺が家で留守番する時間が増えることを懸念して、俺のためにおじさんの家へ預けたんでしょ。当時の俺も二人のその気持ちをちゃんと正しく理解していたと思う。だけど一人で留守番する時間が長くなってもいいから俺は家にいたかった。二人と一緒に宋のことを心配したかった。あの夏、俺は休みが終わってもこの家には戻れないんじゃないかってすごく不安だった。父さんと母さんは宋のことを大事にするのに精一杯で、俺のことはおじさんに任せて捨ててしまうんじゃないかって、そんなわけないって思っていても、そういう不安な気持ちを全部捨てることはできなかったよ。六郎。俺のためなら俺の気持ちを完全に無視してもいいのかって言ったのは、あの時のことを思い出したからだ。あの時も父さんは、俺が寂しくないように、そして俺のためにと言った。結局最後まで、俺がどうしたいのか、俺がどう思っているのかは、聞いてくれなかったね。そうやって捨てられたかもしれない、そんなはずはないって不安な気持ちを抱えてた当時の俺に声をかけてくれた人がいたんだ。その人は俺の抱えた寂しさや不安に共感してくれた。泣いていいんだって弱さを認めてくれた。それから毎日俺が寂しくないように一緒に遊んでそばに居続けてくれた。俺があの夏を笑って過ごせたのはその人がいてくれたからなんだ。夏が終わって家に帰れると分かった時、喜びや安堵の他にあの子と別れる寂しさを覚えた。一緒に過ごした時間はすごく短かったけど、あの子との時間はそのくらい俺にとってかけがえのないものになっていたんだ。それと今回の件とどう関係がある？あの夏の間俺と一緒にいてくれた人こそ天沢さんなんだよ。再会してから天沢さんは家柄なんて関係なく俺を俺として扱ってくれた。もう一度彼女に恋をして、その後に初恋の女の子だって気づいたんだ。俺は何も気づかないまま同じ人に二度恋をしていたんだ。天沢さん以上に愛せる人はいないよ。だから尾藤さんとは結婚できない。あなたは六郎をどう思っている？
そうか。前にも言ったけど、父さんはこの縁談を俺やテンプスティンのためを思って進めようとしてくれたんだろ。だけど俺を信じてくれるなら、尾藤さんの会社とのつながりが切れても問題がないくらいの実績を上げてみせるし、会社を守る。俺にはその覚悟があることを覚えておいてほしい。勝手にしなさい。いいんだよ。あの人は昔からああして、自分が言いたいことがなくなったら席を立ってしまう人なんだ。もう少し時間が経てばきっと俺たちのことを受け入れてくれるよ。それよりどうしてまた吉岡さんなの？さっきは下の名前で呼んでくれたのに。父も吉岡さんだから。じゃあこれからも俺のことは下の名前で呼んでほしいな。俺も君のことあかりって呼ぶから。うん、そう呼んで。ちょっとここで待っててもらってもいい？5分くらいで戻ってくるから、食後のお茶でも飲みながら待ってて。お待たせ。前に一度告白しているけど、あの後いろいろあったから、もう一度俺の気持ちを伝えておきたくて。せっかく恋人になってくれたのに、家のことでたくさん迷惑をかけて、それでも俺を好きだと言ってくれたこと、本当に嬉しかった。あかりから幸せな思いをもらってばかりだから、これからは俺が君を幸せにしたい。だから改めてこれからよろしくね。今夜はもう少し一緒にいてくれる？あかり。そんなに緊張しないで、こっちにおいで。今日は話してあげられないけど、それでもいい？ありがとう。口開けてくれる？
うん、いい子だね。よくできました。うん、上手。あかり、キスは好き？俺もキスをするのは好きだよ。口づけるたび、君が一生懸命に答えてくれるのが可愛い。好きなら、もっといっぱいキスしようか。唇だけじゃなく、他の場所にもしていい？俺の好きにしていいって。殺し文句だな、それ。それじゃあ、お言葉に甘えて。離れた時はとても悲しかったけど、君とこうして結ばれた幸せを考えると、お釣りが来るね。真っ赤になった。ここ、弱いのかな？かわいい。もっと俺に。君を教えて。どうかした？嫌な夢でも見た？泣きそうな顔してる。そっか。俺も幸せだよ。キス、本当に好きなんだね。もっとしようか。もう覚えたの？教えがいがあるな。大丈夫。これからもっと明かりを幸せにするから、楽しみにしてて。そんなに可愛いことをされたら、まだまだ話してあげられないな。君にもっと深く、俺を刻みつけたい。いい？ありがとう。今までの俺はすごいな。君を前にしてこの衝動を抑えていたなんて。お疲れ様。急に呼び出してごめんね。
いろいろあったけど、おかげさまで順調だよ。俺が動けない間も、みんな手を止めず進めてくれていたんだ。うん、俺も嬉しいよ。ついこの前会ったはずなのに、君の顔が見たくて仕方なかったから。婚約と仕事について進展があったから、君にも共有しておこうと思って。そんなに身構えなくても大丈夫。お見合いは正式に破談になったよ。尾藤さんが破談を受け入れて、向こうのご両親を説得してくれたそうなんだ。そのおかげでようやく両家とも諦める方向で動いてくれた。意外？実は俺も同じ気持ち。尾藤さんの中でどういう心境の変化があったのかはわからないけど、最終的には俺の気持ちを汲んでくれたんだと思っているよ。尾藤さんが間に入ってくれたおかげで、尾藤昌司さんとの関係もこじれずに済んだ。それから仕事についても、あかりには担当に戻ってもらうことになる。エンタメコーナーの新機能実装まであとわずかだけど、最後の仕上げと実装後のサポートに力を貸してほしい。明日正式にエスタリオの方にも挨拶に伺うつもりだけど、君には先に話しておきたかったんだ。君を幸せにするという誓いもこれでようやく果たせそうな気がする。あれがただの口先だけの言葉だったなんて思われないように、これからも努力するから。うん、そうだね。やっぱり君は最高の恋人だよ。この度は多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、弊社としてはもう一度天沢さんと共に働くことができればと考えております。もちろん天沢さん自身の意思を尊重した上でではありますが。それはもちろん、うちとしても天沢がやりたくないというなら、担当は大江のままで行きます。ですが、その心配はないでしょう。彼女はずっとテンプスティの担当に戻りたがっていましたから。ありがとうございます。今後も万全の体制で仕事を進めてまいりますので、引き続き何卒よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。ところで、天沢から軽く聞きましたが、お見合いは正式に破談となったとか。はい、相手本人とご両親、そして私の親もきちんと納得しています。皆さんには大変なご迷惑をおかけしてしまったことを重ねてお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。そうかしこまらないでください。私個人としては、吉岡さんや天沢にとっていい形でまとまったのなら、それ以上の結果はないと思っています。お疲れ様でした。ありがとうございます。
天沢さん、ちょっといいかな。そのままでいいから、応接室に。朝礼でも共有があったように、尾藤さんは今日で、うちへの出向が終わるんだ。テンプスティを去る前に、あなたともう一度直接話がしたくて。六郎さん。いえ、吉岡さんにこの場を設けてもらいました。あなたには、いろいろと迷惑をかけたことを最後に謝っておきたくて。ごめんなさい。私、本当に吉岡さんのことが好きでした。私たちが結婚すれば、公私とも最高のパートナーになれるはずだと信じてた。今は私に興味を持てなくても、このまま家同士が繋がっていれば、いつかは、って。でも、あんなにきっぱりと結婚したいのはあなただけなんて言われたら、私には全く望みがないんだって、はっきりと分かったの。最初はそれが悲しくて、認めたくなくて、会社まで巻き込んでしまったけれど、ようやく受け入れることができました。何より、あんな風に取り乱して、嘘であなたを陥れようとしたり、親の力にすがるような人間を吉岡さんが選ぶはずないわ。私が好きになった吉岡さんはそういう人だってやっと気づいたんです。もう一度自分を見つめ直して、今度こそ素敵な人を見つけたい。今はそう思っています。そういうところがきっと眩しくて愛おしいんでしょうね。さようなら、天沢さん。父さんも何か話したいことがあってここへ来たんじゃないの？天沢さん、申し訳なかった。あなたをエスタリオの担当から外すよう指示したのは私だ。いくら六郎が心配だったとはいえ、社長としてあるまじき横暴な人事だった。ほらね、彼女はこういう人なんだ。家柄なんて関係ない。彼女自身と向き合ってくれたら、きっと父さんも彼女を好きになるよ。俺からも彼女に担当を戻してくれてありがとう。構わん。テンプスティは今後お前の会社になる。お前が一番いいと思う体制でやれ。今はまだ気まずいんだと思う。どうか許してあげて。
この時期に辞令？そっか、明かりはもともとエスター氏再起のためという名目で配属されたから、目標は達成したと判断されたんだね。正当な評価を受けたとも言えるけど、まだ1年も経っていないし、寂しいよね。でも今の明かりならデザインという仕事でもこれまでとは違うものを残せるはずだよ。この半年の経験が君を大きく成長させてくれたはずだから。しばらくは寂しいし大変かもしれないけど、前を向いて頑張っていこう。俺もそばにいるから。それにきっとまたすぐに一緒に仕事ができるようになると思うから。やっぱり、あかりに話が行ったんだね。実は少し前から、デザイナー不足の件は相談させてもらってたんだけど、あかりを指名したわけではないんだ。うちとの仕事経験と、今の君の実力なら、こちらから指名しなくても、と思っていたんだ。来週うちに出社した時に詳しく説明するけど、あかりにはデザイナーとして働いてもらいつつ、またエスタリオとテンプスティの仲介をしてほしい。それから先日父と将来的に社長を引き継ぐ話を改めてしてね。正式に役員になって経営に回るように辞令が出たんだ。身内のごたごたで社内では迷惑をかけたけど、それでもいずれは俺を社長にと押してくれる声も多くてね。期待に応えるためにもこれからは取締役の一人としてもっともっと会社を成長させていくよ。それでしばらく引き継ぎやら何やらで忙しくなりそうだから、その前に少しデートしない？どうしてもあかりと言っておきたい場所があるんだ。一度ちゃんと君と来ておきたくて。まだ残っててよかったよ。おじにね、連絡して聞いておいたんだ。ここまで来てもう亡くなってました。じゃあちょっと切ないしね。あの砂場ではお城を作って遊んだよね。この遊具は馬車に見立てたっけ。
今度はごっこじゃなくて本当に俺だけのお姫様になってくれますか？俺と結婚してほしい。ありがとう。やっぱり君は俺のお姫様だね。愛しているよ。画面覗き甘く香る時ときめきも切なさも君を求めてた子が